どうも、石川です。はい、これより登録販売者、過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、九州沖縄ブロックの2020年度、問1から問10までの過去問についてお話をしていきます。過去問については、下の概要欄から、ダウンロードすることもできますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。お待たせいたしました。まずは、第1章ですね。医薬品に共通する特性と基本的な知識ということで、はい、ここは皆さん、点数取るところですよ。しっかりとね、頑張っていきましょうね。問1番です。医薬品の本質に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、はい、こちら答えはですね、5番が正解となります。では、まず、あなんですが、九州沖縄ブロックはですね、こうあいうえというような形で A B C D というわけではないので、ちょっとこのあたりもですね、気をつけていただきたいなと思うんですけど、はい、それであが違うんですが、これちょっと文章読んでいきますと、医療用医薬品は一般用医薬品と比較すればリスクは、相対的に低いと考えられるが。ということで、これ、医療用医薬品が、ね、医療用医薬品は、一般用医薬品と比較すればということで、これ、医療用医薬品と一般用医薬品が逆であれば正解となりますので、ここが違っております。よろしいでしょうか。ということで、あは誤りとなります。では次行きましょう。いです。医薬品が人体に及ぼす作用は単一であるとあるんですけど、この単一というところが違いますね。何かというと、医薬品が人体に及ぼす作用は複雑かつ多岐にわたりますよというところになりますので、なので単一ではなく、こう簡単にはね、お薬の作用っていうのは、ここが抑えるからここがというわけには、なかなかうまく私たちの人体っていきませんので、複雑、そして多岐にいろいろ渡りますよというところであれば正解となります。ということで、いは誤り。では次行きましょう。今度は、うです。うは正解。これは大丈夫でしょうかね。そして、えもこれ正解なので、こちら5番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い2番です。医薬品のリスク評価に関する以下の記述について、括弧内の中に入れるべき軸の正しい組み合わせを下から選びなさいということで、ではこちらは答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。で、それぞれ、あいうえのところなんですけど、ちょっとこの医薬品のリスク評価に関するこのグラフですね、この医薬物用量を少量から増加させていった際の投与量と効果または毒性の関係に関する、グラフちょっと簡単に書いてみました。で、まずこちら横軸に関しては量です。薬物暴露時間と暴露量というようなところの量になりまして、そして、こちら縦軸に関しては、これは反応量、反応になります。何パーセントなのかというところで、マックスが 100%、真ん中が 50% のところと考えていきましょう。で、そのお薬、体に投与したときに、だんだん量を増やしていきました。量を増やしたときに、こちらポンと、グラフが、反応が出てきますよね。ここのところが最小有効量というところになります。ここのところが最小有効量のあーの部分になります。あーの部分ですね。それで、その後、治療量ってどこだろうというと、治療量っていうのは、これ、グラフどんどん、効果上げていきます。これ、動物実験によるものなので、例えば、100匹のネズミに対して、投与したときに、1匹のネズミが効果が出てきました。そんなのが、ここの最小有効量というものになるんですけど、そして量をだんだん増やしてきました。そうすると、このあたりまで来ると、だいたい 50% ぐらいになりますので、ここ100匹に対して50匹のネズミに対して効果が出てきましたというものになります。そしてだんだん量を上げていって、100匹中100匹のネズミに対して効果がありますよというところになります。で、そこまでの間のところを、ここでは治療量ということで、この間のことを治療量、医という形で言っていきます。そして、今度その次、うなんですけど、中毒量。中毒量というのは、また量をどんどん増やしてきました。そうすると、もう、この、
治療量は、超えていきますので、その、今度は過ぎたところから、今度はここですね、うのところ。ここが中毒量というところになりまして。そしてまたさらに中毒量をどん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 量を増やしてきました。そうすると、ここをパーンと出てきます。ここのところに来ると、今度は、そう、致死量。特にここでは、最小致死量というところになってきます。はい、ということで、最小致死量、ここは、えのところですね。はい。で、その後、このグラフの、ここからここまでの間のところですね。ここからここまでの間のところを、致死量。そして反応が出てないところ、ここですね。ここのところを、無作用量という形で言っていきますので、なので、まずはこのグラフを当てはめながら、言葉の意味をしっかりと、確認をしておいていただきたいなと思います。ということで、大丈夫でしょうか？はい。では次行きましょうね。ということで、こちら2番、問2は、1番が正解となりました。では次行きましょう。問3番です。以下の非臨床試験のうち、医薬品毒性試験法ガイドラインに沿った毒性試験として誤っているものを一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。3番がこの誤っている内容となります。はい、ということで、これちょっと難しいですよ。難しいものです。なかなかここのところを触れてくる試験って結構今まであまりなかったので、なのでここもですね、こんなのあるんだなというところ、手引きのところですね、こうちょっと確認をしていただきたいなと思うんですけど、で、このようなものなんですが、まず1番、2番の、それから4番、5番に関しては、これはですね、この毒性試験の、このガイドラインに沿った毒性試験として含まれてるんですが、この一般薬理作用試験とか、これはですね、まあ、これ以外の、試験となっていきますので、この毒性試験以外のものとなるので、これ違うんですね。あとは、この一般薬理作用試験以外にも、薬効、薬理試験というものも、該当してきますので、このあたりは皆さん、手引きのところをもう一度しっかりと確認して、ここの文章、どれが、毒性の試験なのか、どれが毒性じゃない試験なのかというところをもう一度確認しておいていただくと確実かなと思います。はい。ということで、ここ大丈夫でしょうかね。では、ということで、問い3番は3番が正解でした。では次行きましょう。はい。ということで、今度は問い4番です。正しい、ごめんなさいね。医薬品の基準に関する以下の組み合わせについて、正しいものを一つ選びなさいということで、こちら答えは5番が正解となります。ということで、これ GLP、GCP 大丈夫でしょうか？ちょっとここを書き上げてみました。GLP、GCP、GPSP、GVP、登録販売者の試験で、押さえていただきたい基準はこの4つだけでいいです。まず、見分けのポイントとしてはここですよね。そう、この真ん中のところ。見えてますか？真ん中のところですよ。GLP、GECP、GPSP、GVP の L、C、P、S、V というところ。まず、上2つに関しては、お薬を売る前に関する基準。なので、まず GLP、L はラボラトリーなので、実験室、研究室という意味ありますから、実験室、研究室で行う非臨床試験、臨床じゃない試験。の基準を定めたものになります。非というところですね。それから GCP の C はクリニカルなので、臨床という直訳するとありますから、まあクリニックとかちょっと思い浮かべていただくといいと思うんですけど、まあ臨床の現場で行うものということで、直接こう患者さんに人に対してということで、人に用いる、試験の基準を定めたものがこの臨床試験というものになりますから、まずはこの2つ、L なのか C なのかというところをしっかりと見極めていきましょう。はい。それで、今度こっち、GPSP と GVP なんですけど、こちら。この二つに関しては、お薬を売った後に関する。こちらは売る前に関する基準。こっちは後に関する基準になります。はい。で、お薬を売った後、調査とか試験とか。
そういったものをしっかりとね、基準を定めて、やっていきましょうというのが、こちらの GPSP ポスト、マーケティングスタディの、略になりますけど、まずそんなところを確認していただき、そして、GVP、V はビジレンスなので用心しましょうとかっていう意味がありますから、安全管理の基準を定めたものになりますので、これに該当するものというところでは、1,2,3,4 のところそれぞれこうなんか逆になってきますよね。例えば1番2番のところでは、ごめんなさいね、なんか喉おかしいね。GLP、GCP のところでは、これ臨床試験、非臨床試験、これ逆になりますよね。それから3番の GMP、M? M はこれないんですよ。ないんですよというのは何かというと登録販売者の試験では覚えなくていいです。ただ GMP というのがあるので、この GMP に関してはだから覚えなくていいんですけど、一応ですね、M はこれ医薬品のこの4番の記述がこの M のところの基準になります。製造管理とか品質管理、要は工場とかでの、管理の基準を定めたものがこれになるので、まあ、ちょっとこれあんまり説明しないですね。覚えちゃうので、これ覚えなくていいので、これはもう M ってなんだろう、もう知らないからいいやで十分です。はい、それで、4番に関しては、GPSP はこれ、3番のところの内容となりますので、なので、ここのところ誤りですよね。はい、ということで答えは5番が正解となりました。はい、ということで大丈夫でしょうか。では次行きましょう。今度は問い5番です。健康食品に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、こちら答え3番が正解となります。ではまずあだけが正解ですよね。で、いなんですけど、いは、医薬品の販売に従事するものは、健康食品の安全性や効果を担保する、科学的データの質が医薬品の濃度同等であることを認識し、うん、同等というところがこれ違いますね。これ、異なることをですね、認識していただくということが必要になりますので、なので、医薬品と、食品に関するね、科学的データ、特に医薬品は厳密にこれいろいろかなりやっておりますので、もちろん食品がサボってるわけではないんですけど、医薬品はかなり厳しいものがありますので、なので、同等というところが誤りとなります。ということで、いは誤り。では次、うなんですけど、特定保険用食品であるキシリトールを含む食品は、虫歯を治す食品ですよというところ。これ虫歯を治すってちょっとこれ結構組み込んでますよね。ちょっとこれ言い過ぎなので、虫歯の原因になりにくい食品ですよとかっていうものであれば正解となります。だから虫歯を治すとかっていうところだと、もう完全に治療になってきてしまうので、これ食品のところからちょっとね、外れてしまうものになりますから、なので虫歯の原因になりにくい食品ですということであれば正解となります。はい、ではいいでしょうか。ということで今度は A です。栄養機能食品は各種ビタミン、アミノ酸に対して栄養機能の表示ができるよとあるんですけど、これアミノ酸というところが誤りです。アミノ酸ではなくミネラルですね。ミネラル。ミネラルなので各電解質、ナトリウムとかカルシウムとかそういった、金属類のものが該当してくるので、ここのところは誤りとなります。はい、ということで答えは3番が正解でした。では次行きましょう。今度は問い6番です。括弧段に入れるべき軸の正しい組み合わせを下から選びなさいということで、副作用に関するものですね。こちら答えは5番が正解となります。はい、まずここ WHO による、医薬品の副作用の定義、これもよく出題されるものとなりますので、必ずですね、今回この穴埋めのところ、それから、他の過去問とかもやっていただいて、他の部分も穴埋めとかで聞かれてきますので、そういったところ、ぜひ慣れるようにしていただきたいと思います。なので今回は疾病の、予防、それから診断、治療、診断とか治療のところも穴埋めで聞かれてきますよ。それから体の機能正常化、ここのところも穴埋めで聞かれてきます。そして人に、通常用いられるようで発現する医薬品の有害かつ意図しない反応ということで、この有害とかね、が今回穴埋めですけど、それから意図しない反応というところも聞かれてきますから、要注意が必要となります。はい、ということで大丈夫でしょうかね。なので問6は5番が正解となりました。では次行きましょう。問7番です。医薬品の副作用に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを、
下から一つ選びなさいということですね。はい、こちら答えは3番が正解となります。3番が正解ですね。イとウが正解となります。じゃあ、アが何が違うのかっていうところを見ていきましょう。アに関しては眠気や恍惚などの比較的よく見られる症状を、主作用と言い、それからですね、日常生活に支障をきたす程度の重大かつ稀に見られる症状を、副作用という用途あるんですけど、これ主作用というのは期待される有益な反応なんですよ。そうなんですよ。主作用は、こう、目的として、これのために使っていこう。例えば、解熱薬であれば、熱を下げることが目的なので、そういったものが、主作用というものになるので、この眠気や恍惚などの、比較的よく見られるものも、これも副作用に含んじゃいますから、なので、ここ、あは誤りとなります。ということで、大丈夫でしょうかね。はい、それで、いとうは正解。そして、えについては、これ一般用医薬品は軽度な疾病に伴う症状の改善などを図るため、一般の生活者が自らの判断で使用するものであり、その使用による利益は重大な副作用の回避よりも優先されるよう、いや、そんなことないです。この重大な副作用の回避、これが優先されますので、これが、ごめんなさい、うるさいですね。が優先されますので、なので、こちら絵は誤りとなります。はい、ということで大丈夫でしょうかね。ということで答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問い8番です。アレルギーに関する以下の記述のうち誤ってるものを一つ選びなさいということで、はい、誤ってるものは2番が正解となります。じゃあどこが違うのかというところなんですけど、医薬品のアレルギーは内服薬によって引き起こされるものであり、外用薬によって引き起こされることはないため、外用薬は安全に使用で、そんなことはないです。外用薬、例えば湿布薬とかでもですね、アレルギー反応出ちゃいますよ。そうですよね、接触性皮膚炎だったりとか抗生過敏症などのようなアレルギー反応出ちゃうこともありますよね。あとは全身に発疹発赤出ちゃうようなこともあったりするので、なので、外用薬でも出ますよということで、2番は誤りとなります。では次行きましょう。問い9番です。医薬品の適正使用に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。全部違いますね。じゃあ順番に見ていきましょう。あなんですけど、医薬品の情報提供は使用する人に誤認が生じないよう、正確な専門用語を用いて相手によって、表現を変えることのないように注意して行いましょうとあるんですけど、いや、これね、専門用語あんまりね、用いられてすると難しいじゃないですか。そうですよね。そうなんですよ。だから、例えば、ね、十二指腸、空腸、海腸のあたりが、ということで、そこにですね、海洋ができている可能性が、とかって言っても、海洋ってなんだろう、十二指腸ってなんだろう、みたいな感じになっちゃいますので、なので、ここ、一般の人にも、わかりやすいように、そしてその人によってですね、表現を変えるようにしていただきたいと思いますので、あは誤り。それから、いについても、疾病の根本的な治癒がなされないまま、一般用医薬品を使用して症状を一時的に緩和する、対処を漠然と続けていても有害事象を招く恐れはない、いや、そんなことないですよね。招く恐れがありますので、いは誤りです。それからう、医療機関を受診する際には普段使用している一般用医薬品の添付文書を持参して、提示してはならないとあるんですけど、そんなことないですね。今どういうものを使ってるんですということで、提示した方がより良くなりますので、こちらうは誤りとなります。なんでかって言ったら、バファリン飲んでますよとかっていう、こう一般的なものであれば OK なんですけど、でも、こう珍しい名前の商品とか、今これこんな商品飲んでますと言ってもドクターピンと来なかったりしますので、添付文書とか持っていただくと、その中に入っている成分、あ、こういうものなんだねっていうことで確認することができますので、ぜひぜひ、そんなところ、あとはお薬の飲み合わせの問題とかもありますので、医薬品の成分とか書いてある方がですね、より分かりやすくなりますから、ということで、そんなところではう誤りとなります。それから A です。
習慣性や依存性のある医薬品は麻薬などに指定されているため、一般用医薬品では習慣性や依存性を、注意する必要はない。そんなことないですよね。乱用の恐れがあるようなもの、いろいろありましたね。これ第4章のところとかでも出てきますし、それからもちろん第3章メインで出てきますから、まず、そういった、麻薬だけではなくて、他のものでも、習慣性、依存性生じるものがありますので、は誤りとなります。ということで、5番が正解でした。では次行きましょう。最後ですね。問い10番です。医薬品や食品の相互作用に関する以下の記述のうち、正しいものを一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。よろしいですかね。じゃあ、1番どこが違うのか。局所作用、ごめんなさいね。外用薬は局所的に作用するもので、食品との相互作用は考慮しなくていい。そんなことないですよね。してくださいね。それから2番、腸管内の寄生虫に、駆虫薬を用いる場合、ヒマシュを併用して効果を高めるよとあるんですけど、いや、そんなことないですね。ヒマシュ、併用してしまいますと、これ、副作用が強く出てしまうことがありますので、気をつけていただきたいと思います。なので2番誤り、それから3番アルコール、酒類の慢性的な摂取は、医薬品の吸収や代謝に影響を与えることがあり、そうですね、慢性的な摂取の人は肝臓の機能が高まっている可能性が高いです。そして、例えばアセトアミノフェンは代謝されにくくなるよとあるんですけど、アセトアミノフェンは、肝臓で代謝されやすいものなので、これ代謝されやすくなっちゃいますから、3番は誤りということで4番が正解となりました。はい、ということでここまで大丈夫だったでしょうか。問1から問10まで、基本的な問題も結構多かったりするので、ぜひぜひ過去問などを、繰り返し解くことによって、そして今回は間違えたところをもう一回手引きや参考書などを、見ながらですね、自分のものにしていただきたいなと思います。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、 LINE などに登録していただきますと、下の概要欄に登録の仕方が書いてあります。いろんな情報だったりとか質問などもお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。